していきましょう。 OK、 改めまして皆さんこんにちは。とっても嬉しいですね、皆さん本当にありがとう。だもん楽しい時間をね過ごせていきますように。くまモンもそう頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとう。だもんくまモンありがとうございます。さあ、くまモン誕生祭ウィークですね、始まって今日で4日目となりますけれども、はい、先ほどですねお姉さんが言った通り、今日3月12日はくまモンのお誕生日の日です。くまモン誕生日おめでとう。ありがとうだもん。また大きくなったかな、くまもんね。ね、そうそう、はい。今日はですね、くまもんのお誕生日を記念して、ここにお集まりの皆さんと一緒にくまもんへのお祝いのメッセージを書いていきたいなと思っております。嬉しいね、くまもん。ここに、提灯がたくさんありますので、こちらの提灯にみんなで寄せ書きをしてくまモンにプレゼントしたいと思います。やったー、くまモン嬉しいね。お、これこれ、そう、もうすでにねいくつか書いてもらってるみたいですよ。すいません、ほら見て見て、くまモンハッピーバースデーくまモンって持てる。うん、よいしょ、ほらすごいね、見て見てこれ。書いてくれた人どなたですかって、あ、多分事前に書いてもらってたのかな。可愛いですよね。はい、あ、はい、あ、お姉さん、まさかの、司会のお姉さん書いてくれた、とっても上手ですね。ありがとうだもん。はい、という形でこんな感じでね、ぜひ皆さんね、あ、そう、お礼じゃないよ、バレーボールじゃないから、提灯よ、くまもんね、今週の16日と17日のね、くま明かりに飾っていただくこちらのね提灯を今日ぜひ皆さんと一緒に書いてね飾っていきたいなと思いますので、じゃあどうしましょうか。それではですね、提灯を皆さんに今からお配りしますので、それぞれですねくまモンへの思いを書いていただければと思いますので、よろしくお願いします。皆さんがですね、提灯にメッセージを書いている間、くまモンがこう見て回りますので、皆様のくまモンに見られながらですね、お祝いのメッセージをぜひ書いていただければと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました、くまモン、皆さんご協力ありがとうございました。ありがとうございます。ごめん、私まだ書いてないごめんごめん、まあまあそんな怒らないでよ、くまモンね。でもほらこれだけ皆さん書いてもらってるから、とっても嬉しいですよね。もういっぱい書いてもらって本当にありがとうだもん。今日はねこの後まだまだねちょっといろんなところに行きますのでね、くまモンね、またワクワクなお誕生日をね今日ね過ごせましたね。皆さんのおかげです、ありがとうございます。で、サムダイウィークはですね、先ほどお話がありました通り、そう14日までね、14日まで、あ、10、あ、ごめんなさい、これ皆さんの、そう、ごめんなさい、15です。15日まであります。すいませんでした、本当。はい、15日までありますので、ぜひ皆さん遊びに来てもらえたらとっても嬉しいですし、くまモンのね、誕生祭16日と17日、はい、ぜひ皆さんね、花畑広場とくまモンスクエアで行われますので、ぜひ遊びに来てほしいなと思います。あ、皆さん来てくれるかなって、くまモンさんとか来てくれる方いらっしゃいますか。くま明かりの方もね、見に来てもらえたらと思いますしね、たくさんの方に集まってもらえたら嬉しいなと思います。はい、じゃあね、くまモンちょっとしっかり皆さんくまモンのお写真撮れなかったと思いますので、ラストお写真を撮ってもらって、はい、ちょっと次のお仕事にね行きたいなと思います。じゃあくまモン、このスポッティもねなかなかね来ませんので、ぜひ、かわいいってよ。じゃあくまモンどうしようかな、3方向行きます。
ます ?OK! じゃあまずこっち真ん中真ん中 OK! はーい、じゃあ真ん中にですね、まあもう真ん中の方々にポーズをしたいと思います。せーの、はい、くまモン。ありがとうございます。あら、かわいいね、てやくまモン。あら、キラ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 ねえ、嬉しいね。うん、ありがとうございます。いっぱい撮ってもらって、はい、よし、じゃあ続いてはこっち、はい、僕から見て右側の方々にポーズを取りたいと思います。あ、ちょっとこうしよう、よいしょ、あ、ごめん、ごめん。はい、せーの、はい、くまモン。ありがとうございます。皆さん足元気をつけてくださいね。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。
バイバーイ。